じゃんくんぽんちゃん。じゃんくんのお誕生日に続々とプレゼントが届いています。こんなに人気あったんだっけ、じゃんくん。後ほどまた開封動画やることになります。すごいね、じゃんくん。ぽんちゃんもね。じゃんくん、今日は23日で、あと2日でじゃんくんは10歳になります。これからですね、毎日月曜日から木曜日までやっている生配信が始まりますよ、じゃんくん。今週はお誕生日週間ですかね。まあ、あと2日だけどね。はい、のぞみさんですね。アメリカも真面目に、少なくとも私が住んでいる地域では手洗い、除菌を推奨していましたが、今ではスーパーでももちろん除菌シートが常備されています。来週から一般的な食料品店以外はクローズ、レストランもお持ち帰りのみ営業、スタバ等のファストフード店はドライブスルーのみの営業です。ああ、そうですか。アメリカってね、そもそもドライブスルーとかあるからね。そこで直接手と手が触れないような、ことさえ気をつければいいんですもんね。日本の場合はどうしてもね、まあ、冗談めかして、これ手と手触れちゃうね、みたいに言いながらお金のやり取りをするんですけれども、どこの国だったかで、箱に入れて、こう、紐で引っ張るみたいなことしているところもありましたね。まあ、気をつけるに越したことはないですけど、行き過ぎるとね、ギスギスしますから、いいバランスになるというですね。コキアタさん、ジャン君の背中、もう10歳の貫禄がにじみ出てますね。はい、10歳のお誕生日を前にですね、ちょっと黄昏る、ジャン君、ジャン君、そこはまずいです。はい、はい、やめてくださいね。柱の爪研ぎは厳禁です。もう大人だからね、10歳でね。今ですね、この10歳のお誕生日を前に、プレゼントを少しいただいたりなんかして、少しではないんですよ、実はね、いろんな方からね。ありがとうございます。あ、じゃんくん、出かけちゃいますか。じゃんくん、ぽんちゃん。なんか、10歳を前に可愛いとこ見せちゃってんだね。にゃんこはいくつになってもかわいいさ。かわいい。一三郎さん、こんにちは、こんにちは。こん個に人ち的にはオリンは。ピックは延期してほしい。日本だけではなく、全世界で出場選手が決まっていません。選手を選ぶ大会が開催できない状況です。このような状況では、ギリギリに出場選手が決まっても練習不足で本来の力が発揮できないと思います。ただ、日本から中止を言ってしまうと、とんでもない賠償金が発生するの。あ、そういうこともあるのか。日本は IOC からの中止、要請を待っている状況だと思います、ということですね。大人の世界だね。まあ、どう考えても、7月に間に合うというふうには思えませんもんね。なので、まあ、決定事項に従うしかないかと思うんですけれども、まあ、なんだったらね、もう、どっかの、小さな島ででもですね、全員、すごいいい環境で練習できるようにさせてあげるとか。まあ、またよくわけのわかんないこと言い出しちゃったから。さやさん、今日は、
お歌ありがとうございました。はい、お誕生日おめでとうございました。ありがとうございました。のぞみさん、私も花粉症で今こちらは、松の花粉で真っ黄色なんですけど、むせて咳したいけど中国人と間違われるのも嫌なので一生懸命我慢しています。これも悲しいよね。とにかくヨーロッパ、アメリカで、その、東洋人であるっていうだけで、ちょっと差別されたり、っていうのが、目につくようになってるそうですんでね、気をつけてください。うん、三姉妹亀さん、あらまあ、くっついて可愛い絵になるわ。はい、ありがとうございます。そして、シータンさん、パパさんではないですが、私も杉花粉症デビューしました。くしゃみや鼻水は出ませんが、咳が、喉が詰まる感じがあります。たまに目が痒くなることもありです。アレルギー検査をしたら10年前は0だったのに今年3になりました。あ、0とか3とかあるんだ。あ、それじゃあやりに行かなきゃね。自分的にはね、そんなに重症じゃないんじゃないかなとは思っています。目が痒い感じがあったり、喉がね、これがね、歌うときにちょっとこう、カスカスした感じになるのね。これがちょっと辛いんですけど、潤いをちょっと保ちながら痛いんですけど、なかなかね、歌に少し影響は出ています。のぞみさん、 IOC は中止にしても損害はないんだから、延期にしてほしいですよね。2年後ですかね。なんか2年後っていうのがいいんじゃないかって話は出てますね。なんと言っても、そのテレビ局の都合で決まっているようなものっていうのが、なんだかバカバカしい感じありますけどね。そしてひとみさん、パパさん、ママさん、皆様ありがとうございました。皆さんからの応援いっぱいもらったのでレイちゃんに頑張ってきてもらいます。心配とかも共有できる、ここのチャンネルが大好きです。ではマニアニアです。私も少し落ち着きました。はい、いい気をね、こちらからも送っておきます。元気だもんね。はい、シータンさん、4から5が重症って言ってました。ああ、そうなの。いくつかな、楽しみだな。う、失礼。今のは2だね。え？でもすっごい時々しか出ない。もう最近は、ちょっと前は、うん、鼻水とか出てたけど、もう最近全然だよ。もうなんだっけ、花粉の季節が変わったからとかそういうことがあるかもしれないけどね。うん、まあ、現代人になったよ、僕も。あ、59分になりました。残り1分となります。2時になったらジャン君たちの映像のみ残して音声を切りますね。よいしょ。エアコンつける？今はそんなに大丈夫？うん、のぞみさん、今日もありがとうございました。ここで、話せてちょっと落ち着きました。愚痴ってしまいごめんなさい。いやいや、こういう時は愚痴った方がいいです。うん、そうだね。ジャン君とポンちゃんのラブラブ見て癒されます。ステイセーフ、あー、ステイセーフって言うんだという今初めて知った。最近アメリカで交わされている挨拶です。気をつけてって感じです。感じかな。マニャーニャー、ありがとうございます。ステイセーフ。なんか発音悪いやね。ステイセーフ。ステイセーフ。もうそれ以外いないか。そして、三姉妹亀さん、慈愛のポンちゃん。ポンちゃんね。そうなんですよ。ポンちゃんはね。ジャックのことが大好きだからね。そうなの。一三郎さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。2時になりました。それでは、ジャン君とポンちゃんがずっと仲良くしているところを眺めながら、音声は先に切らせていただきます。それでは明日マニャニャー、また明日12時半に会いしましょう。ジャン君、ポンちゃん、ジャンポン、見えませんか。このようなものがまた開封動画です。ジャン君のお誕生日にということで大きな箱が送られてきました。ピュアチュールいっぱい。ピュアチュールいっぱい入ってるやつ初めて見た。そしてこっちもピュアチュールいっぱい。ピュアチュール
のいっぱい入りなんて初めて見た。そしてこのピアチュールいっぱい3種すごいでございます。ありがとうございます。すごい、そしてやったすごいね。ポンちゃんモンチグレインフリー。モンチのねグレインフリーはジャン君もポンちゃんも大好物ですよ。はい、これもすごい両方あの味の違うやつ、ね、うん、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれも、ジャン君10歳になります。そしてこの箱をどけるとですね、さらにこれ小さな箱に、およいしょ、重い、キットカット、キットカット、いろんな味のキットカットが入ってるよっていうことだね。これそうだね、バラエティパーティーボックスキットカット20種類60枚入りって書いてある。すごいいっぱい入ってる。ありがとうございます。ジャン君のおかげで僕らが美味しいものがいただけました。ね、こんななんかちょっとおしゃれなのとかもあるんだね、キットカット。本当だ、ね、ありがとうございます。うん、そして贅沢贅沢、さらに、あ、これだこれだこれだ、ジャン君とポンちゃんどうする、こんなにいっぱい、ここにもあるよ、すごい、すげえ量です。これやばくない、君たち毎日いっぱい食べる。 お誕生日はパーティーだ。だってこれねすごい食いくっつきが良くて、一回出すとなかなかやめないんです、この人たち。ポンちゃんがこっちを見ていたけど目そらした。すごいよ。そしてこんな立派なやつ、うちではなんかなかなか買えないやつだよ。すごいね、はい、こんなのもありました。すごい、あ、ホタテのフリーズドライ、ジャン君の好きなホタテ、もうほぼほぼおじさん食べてもいいぐらいな感じがしてるんだけどジャン君とパンちゃんの、あ、レバーとかもあるんだ。フリーズドライの胸肉レバー、すごいね、ジャン君、ポンちゃん。ありがとうございます。こういう感じになっています。ジャン君のお誕生日すごいね。そして、ジャン君のお誕生日なのに、あれ？何か違うものが入ってましたよ。すごいいっぱい、ブルーライトカット。メガネ型ルーペ。はい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 。黒犬おじさんの老眼を、これが補足するものですね。拡大鏡ルーペ 1.3、 これも同じかな、これも 1.3 って書いてあるね。これひょっとしてマオイさん、あれ、私まあのね、メガネしてるとね、うん、あの近くが見えにくいけど外すと全然 OK です。まだ、そしてこれは綺麗にするやつかな、オーディオ機器用のクリーナーかな、書いてないの、ね、接点復活スプレー、ああ、はあ、ありがとうございます。これ大事です。すごい、時々ブツブツ音がするやつをこれで直せるってことだね。オーディオ機器メンテナンスに、そうだよね、きっと聞いててさ、うん、じゃあこれって思ってもらってくれたんだね、はい、そしてあ、ムミだ、ムーミン好きにはたまらん、あ、ムーミン何、すごい立派なムーミンが入ってるよ。え、何、立派なムーミンは何ですか、あ、あ、何、原画集かな、立派なムーミン、ラララララ、え、なんかすごい、すごい、これ持ってないもん、これ、あら、まあ、おいママさんが、ジャン君が10歳に乗ったおかげに、おかげで、あ、これちょっと白くて飛んでた。え、それ。これなら。これ。はい。なんかすごいのいただきました。壺を押さえた。めっちゃ可愛い。プレゼントありがとうございます。ありがとうございます。はい、では。すごいね。ジャン君にも。はい。爆睡中のジャンポンですが、ありがとうございましたって言っています。言ってないか、言ってる、そのうち起きたら言うと思います、うん、喜んでます。はい、
今時間差で、また宅急便から届きました。同じ方か、そうなのね。で、ジャン君とポンちゃんのジャン君用のね、ジャン君マグロ、カツオ、そしてグリニーズ、そしてまたたび、そしておもちゃ。はい、これ、前使っててよく遊んだやつだね、うん、小さくて可愛いバージョン、うん、また飛ばすかもしれないね。うん、はい、ありがとうございました。こんなにたくさん人間